こんにちは、小和田です。去る12月18日に前夜祭、そして19、20日の両日、お城エキスポ2020が、開催されましたので、まあ、今日はその話をさせていただきます。まあ、このお城エキスポはですね、今年で、まあ、5周年になります。ちょうど今バッジ、5周年のバッジをつけてるんですが、まあ、会場がですね、まあ、今年からパシフィコ横浜ノースというところに、まあ、移しての開催になりました。で、まあ、主催は、まあ、これまで通りお城エキスポ実行委員会で、まあ、私があの理事長を務めています、まあ、公益財団法人、まあ、日本城郭協会、それから、まあ、城人、まあ、これはあの株式会社東北新社、それから株式会社村山、まあ、それに、パシフィコ横浜です。で、まあ、公演をですね、まあ、経済産業省、観光庁などの、まあ、国の機関、公演を、その他ですね、神奈川県や、まあ、横浜市などの地方公共団体ほか、まあ、たくさんの団体からいただいています。で、まあ、前夜祭のトークショーではですね、まあ、昨年に引き続き、まあ、私の息子の安常と、まあ、NHK 大河ドラマ、まあ、麒麟が来るの、まあ、時代考証についての話をいたしました。まあ、事前にいただいた、まあ、質問事項を交えて、まあ、いくつかのポイントについての話をしましたけれども、まあ、越前時代のことについてはなかなか、まあ、分からないことが多く、まあ、結構、まあ、正直苦労をいたしました。ただあの例の金ヶ崎の木口をですね、まあ、従来東紀城金ヶ崎の木口といって、まあ、秀吉一人の手柄のように語られてきたものを、まあ、光秀も加わっていたという、まあ、新しい、まあ、解釈が、まあ、できたのではないかなというふうに、思います。まあ、ドラマで、まあ、これから描かれる部分については、まあ、ネタバラシにならないよう、まあ、話さない部分もありましたけれども、まあ、こういったところでちょっと皆さん楽しめたかなと思います。まあ、19日のですね、厳選プログラムのトップバッターとして、まあ、私が、呪術から見た日本城郭史というテーマで、お話をいたしました。陰陽道と、まあ、築城実装の関係などをですね、掘り下げましたけれども、まあ、例えば鬼門余計、まあ、すなわち鬼門封じについては、まあ、ご存知の方も多いと思います。その他鏡石あるいは井上石など、まあ、取り上げました。で、私は、まあ、特にですね、まあ、築城に関わった、まあ、いわゆる軍配者、まあ、すなわち、軍師の存在に、まあ、注目いたしまして、武田信玄の軍師とされる、まあ、山本勘助は、まあ、従来一般的には、まあ、参謀型の軍師のように語られていますけれども、まあ、呪術を駆使した、まあ、いわゆる呪術者型軍師と考えています。まあ、そのあたりの、まあ、具体例をいくつか提示したところです。それから19日のですね、まあ、厳選プログラムでは、まあ、その後仙台義弘さんの織田信長と明智光秀の城、さらに平山優さんの戦国の城と忍びがありました。まあ、以上が、まあ、1回のですね、本丸御殿会場でのプログラムということになります。まあ、密にならないよう、まあ、座席を空けてですね、座る配慮もなされていました。まあ、同日、まあ、厳選プログラムの3階のですね、天守会場では、諏訪間淳さん、それから相良秀樹さんによる、小田原北条氏の山城、川村新城の発掘を中心にがありました。で、この川村新城についてはですね、翌20日のですね、徹底討論、土の城の、まあ、魅力と、まあ、北条の城でも取り上げられています。で、まあ、この19日のですね、天守会場のもう一つは、三浦正幸さんの蘇れ江戸城天守、まあ、史上最大最強の天守の粋な姿でした。で、あと今度20日のですね、厳選プログラム本丸御殿会場では、萩原幸子さんの一城一色、
それから城旅へようこそ取材後期というタイトルで、まあ、城と、まあ、郷土料理あるいは地酒の紹介がありました。まあ、地酒についてはですね、そのうちの何本かは私も飲んでいましたので、これは楽しいお話でした。で、まあ、その本丸御殿のですね、会場では、まあ、その後春風亭昇太師匠、それから中井仁さん、加藤正文さんによる、徹底討論、土の城の魅力と北条の城がありまして、先にお話ししました、河村新城をですね、まあ、中心とした話がありました。同会場ではもう一つ、中井仁さん、それから松田直則さん、加藤正文さんによる、信長秀吉時代の河原と地方への波及というのもありました。まあ、この厳選プログラム天守会場ではですね、伊藤潤さんの負け組から見た山崎の戦いと賤ヶ岳の戦い、それから芝博之さんの山崎の戦いと明智光秀がありました。で、こうしたまあ厳選プログラムはですね、実はこの後まだオンラインで配信されているということですので、どうしてもこのあれは見たいなっていうねところは、ぜひまたそれにアクセスしていただければというふうに思います。まあ、その他、まあ、非常に盛りだくさんだったんですが、ワークショップ、あるいはセミナーなどがですね、まあ、目白押しで、まあ、お城ファンにとっては、まあ、どれも聞きたいものばっかりだったと思います。あと、まあ、イベントステージでですね、名古屋城名古屋おもてなし武将隊の演舞などが、まあ、そういう楽しめるステージもいくつかございました。なお、3階ではですね、小中学生城の自由研究コンテスト優秀作品展の部屋も設けられておりまして、多くの人がそれに見入っておりました。まあ、例年、まあ、年明けにですね、優秀作品の表彰式が行われているのですが、まあ、今年は、まあ、文部科学大臣賞など、まあ、いわゆる上位3人のみ、まあ19日にですねお集まりいただいて、そこで表彰式を執り行いました。まあ、毎年私自身、まあ、楽しみにしているのは、城巡り観光情報ゾーンです。まあ、そのブースでですね、まあ、それぞれの、まあ、お城に関する、まあ、最新情報が入った、まあ、パンフレットをもらうことができるんですね。まあ、次はどこに行こうかなというね、まあ、そういう考える材料にしています。今年の大河ドラマにもですね出てきました、筒井純慶のですね筒井城、これ最近ちょっと行ってなかったんですが、こういう詳しいこの図なんかもですね載っけられておりまして、ああこれはやっぱり行きたいなということで、まあ、こうした、まあ、パンフレットにですね、まあ、情報載ってますので、まあ、そういうのを集めて、まあ、旅心をかきたてているところです。今日は以上で終わらせていただきます。